普通にしよっていい普通に作業しよってください。絶対ピースすぎちゃう。外されてるからピースしたかも。じゃあ、なんか、まるちゃんの動画を撮りたいなと思って。あ、そうなったんすか。そうそう。だからほら、なんか特別な動画とかじゃなくて、その人の、はい、丸岡さんっていうタイトルで、なんかいろんな丸岡の人のやつが撮りたいなと思って。なるほど。一種の放送局ですね。自分にはネタがないから、面白い人を撮る。面白い人を面白いっていうか、いろんな個性のある人を撮っていくっていうのが面白いのかな。ただネタに好きじゃないですか。自分でなんかするからね、好きだけど。まあ、098になんかもそれですから、歴史的に。そういう、走りですから。ちょうどよかったのバスのマルちゃんを買うじゃん。そうなんですよ。だからさっき、マルちゃんも買えとか言ったら、ちょうどフルーツやれますね。ちょうどよくチャンスができたなぁ、世界で。バスで来ると思ってなかったので、連絡がないなぁと思ってたから、バスの旅から。でも社長が来れるようになったそうで。飲みながら仕事が元気になったら、社長も飲みたかったし、しかも LINE でちょっとやっちゃいました、はい、結構落ちましたけど、抜けた後の抜けた後のことをギリギリまでに読み忘れちゃって、抜け方まで一応アップしてたから忘れてた。社長も焦っとったから赤の4丁目4番前、はい、結局、ID やパスワードが、分からんと、連携できないんですよね。Facebook 連携とかを知ってばいいんですけど、それをしてないと、LINE は、電話帳の中だけのデータしか残らないから、ただ、その失ったデータはそのまま残る。Facebook も同様なんですけど、僕なんかはもう Facebook は検索出ないようにしてますから、 Facebook をしていると、インターネットで例えば広瀬健一郎で入れると出るんですよ。それはしてますよね。それをしないようにしてるんですよ。ちょっとした拠点さん気分です。しまいには棒を作ってプレイしますから。拠点さんの真似でもしましょう。なんかね、それでなくとも本田さんの子供に負けたというちょっと悔しい思い出があります。そんなことです。本田さんが日曜日に4に来てて、4で高級な駅とかやってたんですよね。時間で来て、やりよったから見て、見えたら、もう何も参加しないと、面白かったって、でも子供に負けました。子供の方が面白かった。そうやって、そう。演奏はあんまり好きじゃないですけど、ちょっと燃えたんですよ。悔しかった。悔しいまでいかんけど。デルフっていうのは将来的には書く方とか、ああ、マルちゃんね、書くのがね、うまいね。でもマルちゃんも書くのは面白いとしてやってる。こんなので、ね、喋れるし、喋れないんですよ、大分。いやいや、喋れる、喋れる。こういうところで喋れると、どうするの？改まった。改まった。
たまたまその時代みんなが俺前みんなが見てるよね。そうするそれが長いじゃないですか。こういうバナレシップの例えばそのあれ使うと、今は広瀬さんで1対1だからその先を私たちの子供で考えて喋りなさいってなって喋れないんですよ。あそうじゃんね、緊張するよね。なんかねそうなんですよ。そういうことなんですか。臨時系と普通に話してる違いはそこなんですよ。その瀬とかいう言い方もあるんですけど、僕はツイッターの手に向かって画面に向かって話すと先の瀬とかに話さなきゃいけないから、そこに行くのに緊張しいなって、ちょっと広瀬さんと話したくない全然。こんな感じで、なんか一対一の感じで普通に話せる、なんか動画が撮れたらいい。まあ、それが一番話しながら、うん、と思います。普段のまるちゃんみたいな。こんなんで良ければ、いつでも出ます。取りためてからまるちゃんのを作ろうと思ってます。個人的には、そういうのを描写してもいいのかなと思うんですけど、パソコンがないのでいいかしら。やり方も知らないので、お会いしてご教授願いたいです。この前なんか金庫